大アジサシは、チドリモクカモメカアジサシ属に分類される鳥類。インド用、西太平洋カキに、アフリカ大陸南西部、ユーラシア大陸南部、オーストラリア、フィリピンなどで繁殖する。日本では、アシオオアジサシが、カキに、小笠原諸島や琉球列島に平石西の島と、尖閣諸島北小島で繁殖で繁殖する。全長43から48センチメートル。 翼会長100から130センチメートル。体重0.3から0.4キログラム。お墓には浅い切れ込みが入る。額から、頬、頸部、胴体下面は、胴体下面は白。背中は、ハ灰色の羽毛で覆われる。お墓の色彩は、ハ灰色。後頭はやや伸長した黒い羽毛で覆われ、英明の由来になっている。翼はわつらは、ハ灰色で、下面は白い。 初列風切り仮面の先端は黒い。くちばしの色彩は黄緑色や黄色。黄子の色彩は黒い。卵は単鉱色や単性色の殻で覆われ、褐色や紫褐色、黒褐色などの反転や反紋が入る。幼鳥は黄子の色彩が黄色い個体もいる。カキは頭頂が黒い体毛で覆われる。陶器は 頭頂が白い羽毛で覆われ黒い斑紋が入る。五亜種に分かれるとされる。海洋に生息する。植生は動物食で魚類、軟体動物を食べる。飛翔しながら水面下の獲物を探し、獲物を発見すると低空飛翔して、狙いを定め水面へ急降下して捕らえる。繁殖形態は卵生。集団繁殖地を形成する。沿岸部の岩礁や砂浜などに、 日本では5の6月に1回に1個の卵を巣を作らずに直接産む。死有交代で放卵し、放卵期間は25から30日。ヒナは孵化してから2日で孵化した場所を離れ、38から40日で飛翔できるようになる。生後2年で生成熟する。狩猟などにより生息数は減少している。日本では繁殖地が限定的で、 中野島においては火山の噴火や高波などによる環境の変化が懸念されている。以前は徳之島や南大東島でも繁殖していたが近年は繁殖例がない。アシュオーアジサシエスビークリストタス絶滅危惧ル類ありがとうございます。